大分県立武田高等学校は、大分県武田市武田にある県立高等学校。通称、武田か。1897年創立の大分県立武田中学校と1908年創立の大分県立武田高等女学校を前身とする。1948年の学生改革の際に、武田中学校、武田高等女学校、 武田商工学校の中等教育学校3校が統合され、新生高等学校、大分県立武田高等学校が発足した。2007年に創立110周年を迎えた、大分県下3番目の歴史を持つ高校である。爽やか挨拶、武田から、気力、闘志、根性孔明に入る、竹を、菱形状にしたものを背景にして、中央に、甲の文字を置く。 公明に入る、竹日並、み、緑色作詞は、桂原茂、作曲は、小松康介による。歌詞は三番まであり、一番と三番に、公明の略称、竹高が登場する。なお三番の歌詞の、学生、画生はそれぞれ竹田に、縁のある、滝蓮太郎、田野村竹伝を指している。また、かつては、広瀬竹を表す、軍神が歌詞に用いられたことがあったが、 太平洋戦争後に変更された。授業時間とは別に、毎日の朝学習、年間20回程度の土曜講座が行われている。7弦授業の後に、多くの生徒が部活動を行っている。人権教育にも力を入れており、毎年開かれる1.31人権集会では、様々な人権問題について2年生を中心とした調査研究の成果が発表される。 男子の冬服は一般的な学生服である。夏服は黒の蝶ズボンに交渉の入ったカッターシャツを着用する。女子の冬服はボレロである。夏服は四角い襟の上着にスカートがグレーのセーラー服である。愛服期間にはカッターシャツと冬服のボレロの中に着ているジャンパースカートのみを着用する。ツイオフ大会は大分県内で最も長い距離を走る。 体育の授業の一環で行うため特別な事情がある場合を除いては全員参加である。1年2年男女はそれぞれ4 0トルと2 0トル3年は男女それぞれ2 0トルと1 5トルである。沿道には PTA などによる炊き出しなどもあり、投校の一大行事となっている。投校の年間最大の行事であり、文化の部と体育の部とからなっている。 学校の近くにある岡城の別名画が牛城であったことからこの名前がついた。文化の部では、各クラスごとに展示、校門の飾り付け、ステージ発表といった役割分担がなされ、クラスごとの個性を出す。体育の部は一般的な体育祭と同様に様々な競技が行われる。山岳部は男女もに全国大会の常連であり、2008年は 男女共に全国7位となった。2008年に行われたチャレンジ、大分国体の山岳競技会場となったこともあり、校内にクライミング施設を持ち、リード競技、ボルダリング競技にも力を入れている。2011年には第2回全国高校生クライミング選手権にて優勝した。気学部は2009年度公文連ブラスカーニバルを予選1位で、 大分県代表に選出され、第33回全国高等学校、総合文化祭水奏楽部門や、2011年度、大分県予選2位で、九州公文連水奏楽大会に出場した。また2010年度、2012年度の公文連、グラスカーニバルには各前年度の県代表として、ゲスト演奏をしている。2009年8月22日、午前9時頃から、 行われた練習中、剣道部所属の男子部員生徒が、顧問の顧問の坂本忠文の指導に、無理ですと答えた後、意識混濁を起こし壁に向かって走って激突、ふらつきながら、市内を持たずに構えるなど不規則な行動をとったことに、対し、熱中症発症の症状を自出していた坂本は、この不規則行動を熱中症を真似た演技と断定し、男子部員の腹部を足で蹴り上げ、 倒れた部員生徒の上にまたがって襟を掴んで持ち上げ平手で顔を殴打する暴行を加えた。補給水も塩化できず、流然したまま白目を向いて大打した被害部員は混沌後しばらく放置された後、学校側は午後0時19分頃救急車を要請した。0時24分頃に救急車が到着し、救急車で病院に搬送されたが被害部員は 搬送先病院にて桜と痙攣を起こし、午後6時50分ごろ、病院において熱射病による多臓器不全で死亡した。死亡生徒の両親は、学校や病院が適切な対応を怠った結果、死亡につながったとして提訴。大分地方裁判所は、学校や病院の過失を認め、大分県などに合わせて4600万円余りの賠償を命じた。 2015年7月28日、福岡高等裁判所は、遺族両親の上告を帰却。国家賠償法に基づき、元顧問個人の賠償責任は負わないとして決心。2016年12月22日、遺族が県に対し、賠償金の一部を元顧問らに請求するよう求めた裁判があり、大分地方裁判所は、熱中症を認識できたのに、 適切な措置を取らず、混沌した被害生徒の顔を殴打するなど状態を悪化させる不適切な行為には重過失が認められるが、県が元顧問への求償権を行使しないのは違法と判断した。2017年1月5日、県は両親への賠償金のうち100万円を当時の顧問の男性教諭に請求するよう同県に命じた大分地裁判決を不服として、 福岡高裁に控訴。県教育長は、元顧問は、救命措置を行っており、判決は、教職員の部活動への携わり方にも、大きな影響あるので、上級審の判断を仰ぎたいと思いますと述べた。同年10月2日、福岡高等裁判所は、一審に続き、元男性顧問に100万円を請求するよう命じ、県側の控訴を棄却した。 2019年8月20日、死亡男子生徒の両親が元顧問を含む2名の行為が保護責任者遺地資材に当たるとして、大分地方裁判所に告訴状を提出。ありがとうございます。